エクササイズは背中が丸くなったり、あと肩内側に入ってしまったり、首が落ちてしまったりすると、どうしても頭が重たい状態、前に来る重たい、ボーリングと同じ重さの頭の重さですね、前に来ると背中が丸くなって胸が縮んでしまいます。そうすると呼吸機能が浅くなって、呼吸するのが浅くなって、血流が悪くなって、そして内臓機能も悪くなってきます。で、肩も凝ってきます。腰も痛くなってきます。なので、しっかりと体を引き上げて、胸を広げて、肩を下げて、そして血液の循環を良くして、そして、集中力をアップすることができます。肩こりもなくなっていきます。腰痛もなくなっていきますので、体をしっかり引き上げること、そして肩を下げること、顎を軽く引くこと、頭頂部を引き上げることを意識しながらやっていきましょう。これからコアを入れたトレーニングをやっていきたいと思います。簡単なんですけれども、注意するところが、やっぱり意識ですね、お腹を向かない、体をしっかりと引き上げた状態、背骨を引き上げた状態、そして肩は下げる、で、背骨が長く伸びたような感覚をイメージしてこいていきましょう。よろしくお願いします。はい、じゃあまずは足、腰幅に開いていきます。そのまま息を吸って、両手でぐーんと伸びていきます。背骨を長く伸ばすようなイメージです。息を吸う、7秒いきましょう。2、3、4、5、6、7、 OK。 ゆっくり伸びて、もう一度伸びていきますね。手骨を長く伸ばしていきましょう。背中意識、背中の中心部分の筋肉を引き上げるような感覚です。お腹抜かないまま、しっかりと体を全体を引き上げます。内臓も引き上げていきます。今度は右足を一歩前に出して、右足一歩前に出していきます。今度は体の前面をしっかり伸ばしていきます。ドーンと伸びて、体重は前にかけていきます。しっかりと胸を広げる、脇を長く伸ばす、できるところまでたくさん息を吸って、余裕がある方は少し後ろに引き上げるような感覚、体のラインをしっかりイメージしていきます。はい、じゃあ反対していきます。この左足一歩前、そのまま体ぐーんと長く伸ばしていきます。体の前面をしっかり引き上げる。体重は前に乗せて、後ろの足はつま先、伸びて伸びてぐーんと伸びていきます。体の足から、足のつま先から体の中心部分を通って、指先まで長く伸びている感覚です。もう一度だけいきますね。右足前一歩。で、体をぐーっと引き上げて、両手を持ち上げて、体のラインをしっかりイメージしていきます。一直線、軸をしっかりと作ったまま、胸をしっかり広げる、背中を引き上げる、脇も長く伸ばす、はい、で、体の中心部分から四肢末梢に向けて、そして、血管、血液の流れとか、あと指先までしっかりと血液の流れを良くしていきます。リンパの流れも良くなっていきます。伸びていきます。伸びる伸びる伸びる、しっかりと伸びて、はい、じゃあ今度は一度肩を上げます。下げます。肩のリラックスです。息吐く、吐いて、吐いて、足つけていきます。吐いて、力抜く。ここで抜けない人は背中が常に緊張している状態ですね。抜く、抜く、抜けるように、力抜いて、もう脱力、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 もう肩の力完全に抜く、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 力を入れることと抜くことと両方必要です。はい、吐いて、息吐いて、はい、この脱力感ですね、筋肉を緩めることが意識です。吐いて、吐いて、はい、今度は、バーを後ろに持っていきます。このままお尻をなでを取る、下ろすような感覚で、まずは肩を上げて下ろす、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 足をつけていきます。膝つけて、力抜く、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 もう脱力ですね。力を抜くこと、脱力です。もう自律神経の乱れを整えていきます。力抜いて脱力、普段力が入りにくいですので、ね、こういう動きを入れていきます。はい、そしたら今度は両手持ち上げていきます。足は腰幅のまま、息を吸って、まず長く伸びていきます。
はい、吐きながらゆっくりと体を右側に倒していきます。脇をしっかり伸ばす、肘も伸ばす、できるだけいけるところまで来ます。左の脇がしっかり伸びている感覚、顔はこの時正面ですね。下を見たりしないように正面です。下を向くと伸びる筋肉が変わってきます。後ろの方が伸びてきますね。真横で吸って吸った息を吐きながら左側長く伸びていきます。伸びる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 、腰のあたりからしっかり脇を長く伸ばして起こしていきます。もう一度右側、お腹引き上げたまま、お腹の筋肉をしっかり引き上げたまま、肩は左側右側、はい、センター、はい、吐きましょう。息吐く、はい、で脇をしっかり長く伸ばしていきます。この時足のつま先から骨盤安定させて、脇ストレッチしながら指先まで筋肉の連鎖を感じていきます。はい、このまま少し足を広げて前に倒していきましょう。背中がまっすぐ床と平行のところまで、はい、そのままゆっくりと右側、はい、脱力です。はい、そのままセンターに戻す。もう一度背骨を長く伸ばす、床と背骨が平行になるところまで、足しっかり踏ん張ったまま、足の指先もしっかり使いましょう。でそのまま左側ねじれるところまで右の脇しっかり伸ばして脱力です。でそのまま持ち上げていきます。かかとしっかり意識を向ける、背骨を長く伸ばす、そのままゆっくり右側、そこから側屈に変えていきます。手から起こします。はい、下からいきます。腰を長く伸ばす、背中も長く引き上げる、お腹抜かないように背骨も長く、背中の筋肉とお腹の筋肉を同じだけしっかりと使っていきます。でそのままゆっくり左側、背骨は長いまま、でそこから側屈です。肘が回らないように意識をしていきます。センター、そのまま肩意識を向けていきます。肩甲骨の後ろの筋肉をほぐしていきます。はい、チェンジです。伸びて引っ張っていきます。吸って戻す、吐いて棒を立てるような感覚、背骨に意識を向けていきます。背中の筋肉を収縮させる感覚、吸って伸びて、今度はバーは反対側で、これがしんどい方このまま落としてもらって、下から引っ張る感覚で結構ですね。引っ張る感覚です。背中の筋肉を使っていきたいですので、このまま上下に引っ張っていきます。この時お腹は抜かない、背骨を引き上げたまま、お尻も引き上げたまま、足は軽く、バランスとっています。中心は骨盤、反対もそうですね。手を一度離して、下からバーを持ち、棒を持ってきます。そのままぐーっと上下に引いていきます。この時、体が崩れないようにしていきます。はい、まっすぐの軸を感じます。バー後ろです。骨盤回していきます。肘を軽く曲げて、手首のあたりに棒をバーをかけていきます。足は腰幅のあたり、少し膝を曲げて骨盤を回していきます。まずは右斜め前、右斜め後ろ、左斜め後ろ、左斜め前、右斜め前、右斜め後ろ、左斜め後ろ、左斜め前、その4点を通りながらゆっくり回していきます。これ骨盤のを回してるんですけども、股関節と胸椎の動きになっていきます。はい、あと1周いきますね。ゆっくり股関節の柔軟性を養っていくことと、胸椎を柔らかくしていきます。はい、じゃあ反対回しもいきます。まずは左斜め前、
右斜め左斜め後ろ、右斜め後ろ、右斜め前、左斜め前、左斜め後ろ、右斜め後ろ、右斜め前、4点通っていきましょう。大きく円を描くような感覚、腹部の力を入れたままでです。肩の力を落として首長くしたままやっていきます。膝は柔らかく、股関節から意識を向けて、骨盤はしっかりと力を入れた状態、骨盤を安定させるような感覚、股関節の動きを柔軟にしていきます。それでは、右足後ろ行っていきます。息を吸って吐きながら、右の足かかと持ち上げていきます。まずバランスとっていきます。背骨長く軸を感じたら、今度は左の膝を曲げて、そして右の肩、右の腰をぐーんと前に突き出していきます。そこから余裕があれば左側を見ていきます。さらに余裕があれば後方を見ていきましょう。センターまで戻して、もう一度いきます。今度は足チェンジしていきますね。左の足を後ろ一歩引いたら、左の足かかとを持ち上げる。まず軸を感じていきます。軸、これ立つのも難しいですのでね、しっかりと体を引き上げていきましょう。骨盤正面、そのまま、右の膝を曲げて、そして左の肩、左の腰をぐーっと前に突き出すような感覚、余裕があれば右側をツイストしていきます。さらに余裕があれば後方部を見る。センターに戻して、はい、足をチェンジしていきます。右足後ろ、今度は足伸ばしたままいきましょう。息を吸って、右の足かかとを突き出す。そのままバランスを取りながら、右肩前、左肩前、ツイストしていきます。でしっかり体をねじっていくような感覚、足チェンジしていきますね。縦のラインが、横のラインに比べて縦のラインの方がバランス取りにくいですのでね、しっかりと体を引き上げたまま、そのまま左の肩、左の腰前にツイストしていきます。足にしっかり床を踏んで、体を引き上げたままお腹を入れて、はい、そしたら今度は首かけていきますね。肩リラックスしていきます。ゆっくりと右側、この右の肋骨と右の 骨盤を近づけるような感覚でぐーっと側屈をしていきます。はい、反対ですね。今度は左の肋骨と骨盤を近づけるような感覚、いけるところまででいきましょう。もう一度、右の骨盤、それから肋骨を縮めて、左の、脇の伸びを感じていきます。ラスト、目線は正面です。下向かないようにしていきます。首は長く、肩が上がらないように意識を受けていきます。このままゆっくりと右側ツイスト、左側ツイスト、骨盤はできるだけその場に置くようなイメージです。重心は真ん中、もう一度右側、体の中心の方をしっかり意識しながら、お腹から背骨をしっかりと引き上げてツイストしていきます、はい、そしたら両手は上に持ち上げて、輪を軽く持ったら、そのまま背中丸くしていきます。おへそを抜き込んで、背中丸くしていきます。肩甲骨と肩甲骨をできるだけ外側に広げるような感覚、背中に息を入れます。吐く息、ゆっくりとバーは腰のあたりに持ってきて、そして肘をしっかりと引いて、今度は肩甲骨と肩甲骨を寄せましょう。
って両手前で背中を広げていきます。はい、一度息を吐いて両手できるだけ前、そして背中後ろ、肩甲骨と肩甲骨広げました。はい、息を吸って今度は両手上です。ぐーっと持ち上げて体の前面が長く伸びる、背面部分も伸びて内臓も引き上げる、余裕があれば少しアーチバック、はい、両手を前に背中丸く息を吐きます。息を吸うときにもう一度背中側に息を入れて背中だけ丸く、肩甲骨と肩甲骨を広げたらバーを腰のあたりに引き寄せて脇をしっかりと締めて肘を引きます。肩甲骨と肩甲骨の内側の筋肉を働かせていきます。胸を広げるような感覚、肩は落としたまま両手前に背中丸く、ゆっくりと体を引き上げ、